岡崎市では未来を開き豊かに生きる力を持った子どもの育成を目標に掲げ、現在さまざまな改革に取り組んでいます。そんな岡崎市で働く若手教師の様子を紹介します。小学校5年生の時に自分は担任の先生がとても面白くて明るくて自分の夢を応援してくれる、そんな先生で、自分もそんな先生のように子どもの夢を押してあげられる、そんな先生になりたいと思ったので教師を目指しました。子どもたちが、勉強を楽しいであったり理解ができるようにチーム学習を取り入れて、子どもたち同士で学び合える、そんな環境を作っています。子どもたちが苦手なことに対して挑戦をしていたり、算数などで苦手な問題をチーム学習などを通して先生できたよとか、自ら行動していて人間性がすごく上がってるなっていうのを見ると、自分も教師としてやっていてよかったなとは思います。他の先生に自分の愚痴をこぼして、で、あ、こうなんだねとか言ってもらえると、すごい自分の心もすっきりするので、他の先生との交流は自分は大切かなと思います。私は小学校3年生の時にちょっといじめに遭っていて、でその時に小学校3年生の担任の先生が守ってあげるよ、絶対大丈夫だからねっていうふうに心強く言ってくださったのがすごい今でも鮮明に覚えていて、本当に最後の3学期まで真剣にそのいじめに向き合ってくださって、で、そのいじめを解決することができて、で私もこんな風な優しい先生になりたいな、いじめから子どもを守れる先生になりたいなというふうに思いました。言葉を難しく伝えてしまうと、何も伝わらないということをすごい身に染めて感じました。そのため噛み砕いた言葉を選んで、説明することの大切さ、そして、長く説明をするのではなくて、一つ一つ区切って、1番はこれをやるんだよ、2番はこれをやるんだよっていうふうに区切って説明をしてあげることで、子どもがスムーズに行動できるっていうことを知ったので、それを心がけています。私は小さい頃から小学校の運動会で式台に立つっていうのがすごい夢だったので、そこに立って一緒にダンスをできたのがすごい嬉しかったです。学生時代にアルバイト先で子どもたちと接したのがきっかけです。その子どもたちと接していく中で子どもたちの笑顔をもっと間近で見たいっていうところをすごく強く感じて、やっぱり授業や遊びの中で子どもたちと一緒に喜び合ったり、学んでいきたいっていう気持ちから、この教師という仕事にすごく魅力を感じ、やりたいなというふうに思いました。子どもたちが目的意識を持って練習に取り組んでほしいなっていうところを一番に気をつけています。そのために、次この練習やるよって言った時に意図を子どもたちがしっかりと考えてくれるっていう時間を作っています。やっぱりそういった時間を作ることによって、子どもたちがこんなことを頑張りたい、こんな力をつけたいっていう思いから、やる気がすごく上がってきますし、目的を達成できるかなというふうに思います。そうですね、やっぱり子どもたちの笑顔を一番に見れるっていうところがすごくやっていてやりがいを感じます。やっぱり自分の思いや行動が
子どもたちの行動に変化として現れた時はすごくあやってよかったなっていうふうに感じまして、うん、すごく楽しいなっていうふうに思います。子どもが大好きで子どもたちと関わる仕事に就きたいと思ったからです。小学生の頃から先生という職業にずっと憧れていました。教育実習に行ってみて実際に子どもたちと関わるとすごく楽しくやりがいを感じ絶対に先生になりたいと強く思いました。さまざまな資料がペーパーレス化しタブレット一つでどんなことも確認ができるようになっています。朝の打ち合わせもタブレットを使った情報共有になったため子どもたちとその分関わる時間が増えてとても嬉しいなって思っています。岡崎には温かく熱心な先生がたくさんいます。授業のやり方や子どもたちへの支援などたくさん教えてもらえるのでとっても勉強になっています。大変なこともありますが子どもたちの笑顔を見ると頑張れる仕事だなと思います。ぜひ一緒に働いてみませんか。岡崎市では3年間の任期を定めて市内小学校で担任などとして勤務する岡崎市任期付き教員を募集しています。試験は前期日程と後期日程の2回実施します。前期日程は4月中旬より募集を開始し7月中旬に結果を発表します。また後期日程は8月中旬より募集を開始し11月中旬に結果を発表します。前期日程後期日程とも一次試験では教育に関する作文などによる書類審査を二次試験では性格検査と面接を行います。その他試験についての詳細は受験案内をご確認ください。ご応募をお待ちしております。